白爵、リチャード・ボイルは、アイルランド・オークラ教を務めた、アングロ・アイリッシュのイングランド貴族、アイルランド貴族である、新京都革命における、騎士党のメンバーでもあった。リチャードは、アイルランド王国、コ空ク県南東部のヨールにある教では、ザ・カレッジと呼ばれる、大邸宅で、初代コ空ク白リチャード・ボイルと、その2番目の妻、キャサリンとの間の、第6子で次男として生まれた。 キャサリンは国務長官ジェフリー・フェントンの娘だった。近代科学の祖とされる科学者、ロバート・ボイルは弟である。1624年8月13日、リチャードはヨールにあった父の家でアイルランド総督の初代フォークランド子爵ヘンリー・ケアリーからナイトの称号を得た。彼はそれから毎年年間1500ポンドの手当てで海外旅行へ行くようになった。 1639年、リチャードはチャールズ一水によるイングランド北部への対スコットランド遠征に従軍させるために100頭の馬を育て訓練を施し供給することを引き受けた。この件とまた別の件もあり、父はリチャードに5553ポンドを提供した。リチャードは1640年に招集された長期議会のアップルビー選挙区の議員として帰還し、 イングランド数密院のメンバーとなったが、イングランド内戦勃発後党派であったため、除名された。リチャードと初代インチクイン伯爵マロー・オブライエンは、1642年9月3日のディスカロールの戦いで軍隊を指揮しアイルランド、非正規軍を破って、その後10年間なアイルランドにおけるプロテスタントの勢力を維持した。アイルランドとの停戦協定は、 一年後の1643年9月15日に締結された。彼はその後11月に彼の軍隊をイングランドで使いさせることの同意をチャールズ一世から得て翌年2月にはチェスター近くに軍隊を上陸させた。それからリチャードは同セットにいたチャールズ一世の援助のために抗軍し多額の支援を行った。リチャードはイングランド内戦において 国王軍の最終的な敗北まで戦った。議会は彼に1631ポンドの罰金を課し、彼はその後国外へ出た。1651年1月2日、リチャードは政府の要請でアイルランドに戻った。1642年9月2日、リチャードは弟ルイスの死により、第2代キナルメイキーのボイル死者位を承継した。 翌1643年9月15日に、父が亡くなり、第二代高価伯爵領、承継、さらに翌1644年11月4日、チャールズ一世により、ヨークシャーにおいて、クリフォード・ブレンズ・ボロー男爵に助爵された。王政復古後、1660年2月22日に、リチャードは、ヨークシャー州とウォーター・フォード県の首席治安判事になり、 1660年3月19日には、前年11月30日のチャールズ2世の宣言に、基づき、アイルランドとの和解を検討する協議会委員の一人に任命された。さらに1660年11月16日に、ミ密顧問官とアイルランドオークラ教に任命された。1661年6月25日には、リチャードはアイルランドオークラ教として、 アイルランド貴族院においてすべての貴族の上に立つこととなった。1664年3月20日、リチャードはチャールズ2世によりバーリントン伯爵位を助爵され、1666年3月13日にはヨークシャー党官に任命された。リチャードは他の貴族やアイルランド国教会主教たちと共にジェームズ2世によるカトリック教会村長のく立てに反対し、 1688年11月17日に、ジェームズ2世に対し議会を、いかなる状況下でも、規則的かつ自由に召集できるよう請願を行ったが、この申し出は拒絶された。ウィリアム3世がイングランドに到着すると、ジェームズ2世は議会を召集したアイルランドへ移り、反プロテスタント法を成立させて、領地を没収した。その中には、リチャードの不動産も含まれていた。 この処分は、翌年に、ウィリアム三世により覆された。リチャードは1635年7月5日、スキップトン城で、第五代カンバーランド伯爵ヘンリー・クリフォードの娘、エリザベスと結婚した。リチャードは22歳、エリザベスは21歳だった。二人は、以下の6人の子を設けた。バーリントン伯爵は1698年1月6日に、亡くなり、 2月3日に、ヨークシャーのロンデスボローで埋葬された。バーリントン伯爵医は、孫のチャールズ・ボイルが承継した。ありがとうございます。